あと手をつかまれたことです。電柱において狼藉物を抑える場合、闇雲に捉えて処理してしまうわけにはいきません。お殿様の中には血を見るのが怖い、か弱いお殿様もいたわけで、こういった中、この狼藉物いかが取り計らいましょうやといったお伺いを立て、殿様から良きに計らえとお許しをいただいてから初めて処理をするという格式の高い事実です。